どうも、エルカブキのエルグダです。はい、どうも、ネルエンシです。ということでね、小田裕二さん、うん、地球に生まれてよかったっていうのがこれニュースになってるんですけれども、うん、最後のメインキャスターを終えた、うん、世界陸上のということで、最後、はい、最後になったんですよ、今回が。今回で本当にラストってことですか？そうなんです。25年間やっていたんですけれども、25日に、うん、その競技を終えたところ、うん、小田裕二さんが、うん、世陸を愛する全ての方へメッセージを寄せたということで、ちょっと読みたいと思います。セリク、はい、世界陸上ですね。あ、セリクって言うんですね。25年前、うん、この番組をやらないかと言われました、はい、野球やテニスの経験しかない僕に、うん、陸上の魅力なんて伝えられるんでしょうか。いや、そのイメージ問題ないんじゃない。野球やテニスをもうそのイメージがないんですね。ないですか。野球やテニスや、セックス、鈴木おかみさんの、いやいやいや、役の漢字と理科の、まあ、セックスもスポーツだっていうね、まあまあまあ、噂もありますけれども、ね、陸上の魅力なんて伝えられるんでしょうか、うん、いえ、知らないからいいんです。そんな人に知ってほしいんです、うん、はあ、世界の超人たちによる真の世界一決定戦を見たくないですか。うん、うん、オリンピックあるじゃないですか。いや、長いね、ちょっと会話、4年に一度は長すぎて、さっといけねえかな。選手の一番輝いている時を見られないことがある、うん、ましてやボイコットしてしまえば8年です。急に政治入ってきてる、はいはい、国や政治に左右されることもなく、うん、真の世界一を見たい、その思いでこの世界選手権は生まれたんだそうです。お、世の中には様々な魅力あるスポーツがありますが、かけっこをしない国や地域はありません。ああ、そうだと思います。世界陸上には200を超える国や地域から2000人を超えるとんでもない超人たちが集まります。お、はいはいはい、その超人たちに挑む日本代表はい、はい、甘くないです。でも不可能じゃない。諦めず、先人たちからの反省というバトンをつなぎ、うん、新たな挑戦をやめなければ必ず花開く先人からのバトン、僕はそれを実感しました、はい、スポーツが持つ興奮、そして厳しさ、それを支える人たち、心が揺さぶられる人間ドラマがここにはあります、うん、25年前世界陸上に出会えたことに感謝します。たくさん元気をもらいました。いいよ、お前もさっと読めよ。もうこの大会もです。シャッと読んで。大好きです、世界陸上なんか僕たちは今回で終わりますが、世界陸上はまだまだ続きます。ちょっと長いってツッコミ早かったな。来年はブダペスト、そして3年後は東京です東京なんだ。無観客だった東京オリンピック、ああそうだね、3年後、うん、コロナも戦争もなく、うん、満員の観客が自由に応援する国立競技場、うん、そしてそこに立つ世界の超人たち、はい、ぜひその目で世界の超人を見てください、うん、地球に生まれてよかった。いや、響かせんねんお前もう響かせんねん今お前。長い間、うん、ご視聴いただきありがとうございました、うん、世界陸上メインキャスター小田裕二ということで、山本隆弘さんもなんかコメントしてるというのがヤフーニュースになってますが、あ、はいはい、そちらはちょっと読みませんけれども、まあまあもういいよ、お腹いっぱいだもん。小田裕二さんがですね、まあ、この地球に生まれてよかったというのがニュースになっていて、うん、なんやその見出しといってもみんなが突っ込んでるんですけども、はい、実はもう一個ニュースになっていて、はい、小田裕二さんが世界新記録達成の女子選手に対して言った言葉が、うん、これちょっとセクハラなんじゃないかということで物議を、ああはいはい、乳首浮いてるとか、いやいやいや乳首浮いてるよとか、それはもう、あ、乳首が浮いてるよすごい浮いてるよ、それはちょっとちょ背面飛び飛びすごいピンとしてるよ、それあの山本隆弘さんじゃなくて怒られるやつですねこれね、はい、大会8日目に行われた、女子400ハードルの決勝で、はい、金メダルに輝いた選手、うん、22歳ハードル、はい、うん、その快挙を見届けた小田は、うん、マクラフリンという選手なんですけど、うん、もうこれ以上やることないですよ。結婚しました。新婚です。もうすぐ子供産んじゃうんでしょうね。ストレートですね。で、中井美穂さんが、どうなんでしょうかね。もう一回そのメール、レースを見ることにしましょう。とスルーしたが、うん、その後も小田は、いや、妄想が止まりません。と続けたのだ。いや、これは俺もう25年やってる、うんうん、わけでしょ。はい。OK ですよ、これ。OK です。もう25年見続けてないやつはね、セクハラとか切り捨てるけどね、うん、25年見てるから。多分ね、統計で言ってるんですかね。引退した女子選手が。もう。もう。お大事な発言はセクハラじゃないか。うん、お大事アウトやろ。ワールドレコード出した選手にやることないからすぐ子供産む的なコメント失礼すぎる。うん、
世界新記録女性選手に彼女はもうやることないと決めつけ、競技と関係ないプライバシーを想像する。小田裕二勝手すぎる。小田裕二さんのマクローフリン選手に対する子供うんぬんってコメントちょいと入れなかったな。極めてプライベートのことだし、彼女のライフプランは彼女のものだもん。TBS では昨年8月にもサンデーモーニングで張本勲さんの発言が物議を醸しました。なんで張本なんでハリーに行くんだよ。 チーム TBS なんですよね。ちょっとなんでハリーに行くんだよ、おかしいな。ということで、この小田裕二さんがすぐ子供産んじゃうがセクハラなんじゃないかっていうのと、小田裕二さんの地球で生まれてよかったがニュースになって、これ2つ僕ね続けてリツイートしましたけど、命ですね2つとも。そうなんですよ、2つも命で。1個迷ってやめたのはこのすぐ子供産んじゃうってやつ引用リツイートして、事件は会議室で起きてるんじゃない、分娩室で起きてるんだっていうのをビビってやめましたね。さすがにちょっとあのダメかな、ダメかな、うん、事件って言っちゃダメだな。そういうことでございます。ということで、世界陸上はね来年から誰になるんでしょう、うん、山本貴弘さんになるんでしょうか。一番第一候補そうなっちゃうよね。ねえ、小田裕二さんか、まあ、柳葉敏郎さんか、うん、もうそのそのラインなの、そのラインじゃないですかね。そのライン深津絵里さんとか、深津絵里さんとか、それかサンバカ課長の3人の誰か スリアミーゴですね。北村総一郎さん。北村総一郎さん。そう。いや、地球に生まれてよかったね。うん。次の選手見てよかった。いや、もうゆっくりだよ。ゆっくりだよ。ということでございます。松岡じゃないですか。ネルネさん、スポーツ好きだけど、今回の小田裕二さんのは見てなかった。もう見てないと。僕ね、陸上そこまでね、進んで見るタイプなの。見てないのよ。かけっこをしない国はありません。うん。でもこれ、いい言葉じゃないですか。ああ、まあまあそうだね。うん。だから、うん、エメリアインコ・ヒョードルが60億分の1の男と言われた、うん、それは何でかっていうと、板垣圭介さん、グラップラバキの作者が、男なら誰だって世界最強一度は目指すだろう、うん、それを諦めた時点で全員敗北者なんだよ、うん、だからヒョードルだけなんだと勝ちはね、みたいな論理があるとしたら、小田さんの言ってることっていうのは、うん、ボルトには誰も、まあそうだね、みたいな。ちなみにボルトはね、うん、この間なんかニュースっていうか新記事になったのもある、なんかサッカー、うん、あ、なんか転校したっけ。そうそう、うん、なんかオーストラリアに行ったのは間違いだったと、欧州に残ればよかったと。そうそう、やっぱそこでやっぱね、スキャンダルとか、そこカメラマンパパラッチみたいに追われるの嫌だから、うん、まあヨーロッパからオーストラリアの方に行ったんだけど、やっぱレベルがやっぱ違いすぎた。あ、サッカーやるなら、サッカーやるならやっぱ欧州の方でやってればよかったなっていう。あれ、本田圭佑もオーストラリアかなんかでやってなかったっけ。やってたっけ なぁ。いやでもロシアでやってたりはしてるけど、パパラッチはさすがに走っても負けなかったって。そう、何、私生活を取られちゃうってことか。そうそうそう、追っかけられすがすごかったっていうのもあって、それも嫌でオーストラリアに行ったっていう。ボルトが、あ、追っかけね、お客さんとか、まあだから記者とかね、そういうのはスキャンダルで、ね、見たい。ボルトがコンビニ行ってる写真よくあるじゃん、芸能人のさ。 あるあるある。ボルトのコンビニ、ボルトはやっぱ世界一の男だからさ。ボルト確かさ、マフィアの娘に手出してヤバかったってニュースだったよね、うん、確かあったと。走って逃げたって。走って逃げた。もうこれでしか処理されないボルトの俺の雑だな、いじりな。これ小田裕二のやつとある種一緒もんな。いや、小田裕二やっぱほらもう何周もしてるし、統計を見てるから、何周もしてるからいいと思います僕は。あ、そうだよね。そう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 。どうなんだろうね、小田裕二さんと中井美穂さん。中井美穂さんも一緒にあれなのかな。うん、あ、だ古田敦也さんですかね。どう、次小田裕二さんじゃなくて夫婦で乗っ取り乗っ取るよ。インベージョンだ、インベージョン。古田敦也って顔とかすげえ知ってるけど、俺喋り方は知らねえわあんまり。あ、関西弁でしょ。あれだね、フジテレビのスポーツのなんかキャストやってたかったし。やってたかな。いや、俺なんか古田の方程式ってたまに YouTube のやつ見てるから。あ、自分の YouTube？ 古田さんの。そうそう、古田の方程式っていうので、その、うん、いろんな選手呼んだり話してるやつ面白い。メガネバンドしてる？してねえよ。ナンバーとかなんかのメガネしてる。あ、メガネしてるよ、それは、うん、だってイメージやもんね。いや、やっぱメガネなんて絶対に、コンタクトされても絶対にメガネのやつなんで取るなって野村監督がその時言ったってことかな。ドラフトの時にメガネ取るなと。そうそうそう。でもスカウトの方は一時指名しますって言ってるのに、うん、ノームさんが絶対取るなっつって、メガネかけてるやつに、野球だってできねえよ。へえ、そんなこと言ってた。そういうことなんだね。だからそれ全部変えたからね。小田裕二さんってさ、ドラマさ、なんかやってたよね、海外のやつの輸入かなんかのさ、鈴木保奈美と久々に共演みたいなさ。やってた、やってた、やってた。ちょっとなんか IQ が高すぎてさ、喋り方がちょっと、やったっすよ、とかやってませんみたいな。そんなんだっけ。なんかさ、ちょっとそれ中身も見てみてよ。見てる。違うっけ、あれ中井くんもこうやってたか。なんかなんかさ、それあれだ、香取慎吾の毒じゃん。わかんないけど、なんかやってたんで、小田裕二がちょっと変な喋り方の、うん、アメリカの映画のドラマの輸入みたいな。
やつね、ということでございますね。まあそんなもんかな。もう小田さんですね、お疲れ様でした。お疲れ様でした。25周年。亀田光輝さんがですね、ツイッターの方で、はい、みんなに聞きたいことがあるんやけど、なんでボクシング興行はライジンとか K-1 に負けているんやろ。これ不思議だね。ボクシングなんてさ、結構最古のね。だって昔からテレビで言ったらね、うん、そうだよね、ボクシングだよね、畠山にしろ、立吉良一郎にしろって絶対やってたもんな、ね、鬼塚とか。世界戦は負けてないかもな。ライジンのタイトルマッチよりボクシングの世界戦の方が全世界を巻き込んでるけど、巻き込んでるね。ボクシングの後楽園ホールで普段行われてる例えば4回戦とかとかってなると、規模としてはどっちがすごいんだよ、客入ってんだろうな、それ分かんねえな。総合はやっぱさ、ディープだとかさ、そのちょっと、まあ言い方悪いけど株団体というかさ、フライジンのは、うん、まあ僕たまに見に行くけど、うん、まあボクシングは行ってないけどね、まあいるはいるよね、お客さんも、うん、ボクシングね、うん、確かにボクシング見に行ったことはないな。じゃあそうだね、コラゲン俺行きたい行きたいと言いながら俺も一回も行ってないの、行ってないかもしれない、ということで、まあ亀田光輝さんのね本もなんか僕ブックオフ行った時間違って陸上のところに置かれてたんで、はい、陸上つながりで間違いなく走ってるんで、まあ、光輝さん、まあ、多分ウサギと亀でね競争してるから、でウサギ飛びしてる人多分ね、亀なのに、ね、ということでございます、うん、引き続きね世界陸上の続報入ったらちょっと、はい、やっていきたいと。もうないよ、もうないよ、公認が。もうな、公認決まってからか、いつ決まるんだよ。リアルに言っていいか、うん、ジャニーズじゃないか。いや村新じゃない。来る、まあ、村新すごいぞ。ビートたけしさんにも突っ込んでたからな、なんかで見た時だいぶ前だけど、もうそこもいけんかいみたいな。いや違いますよたけしさんみたいな言ってた。でもすげえよやっぱ。いや、うん、まあ何でも中居君でもいいしな。もいやいや、だから中居、ネクスト中居なんで村新。あ、ネクスト中居、うん、ああだと思うよ。まあそうかもな、うん、そうかもな、司会結構、うん、この前の中居君がなんか盲腸でさ、音楽の日のね司会急遽出れなくなって、当日なんて生放送で、そうもう何時間もやるやつ、うん、で西川貴教さんが歌の歌詞の中に中居君へのエールを入れたってみんなカポってツイートしてて、ホントこう懐かしかったよね。昔テレビ見てたけどこんなだったなみたいな、うん、まあ仕事にちょっと塩を混ぜたって、いやいやいや、どういう歌詞だったかは知りません。ああ治りそうなみたいなさ。もうちゃんはどこを行くのみたいな。もうちゃんはどこを切るのそんなんどうなっていいじゃない、病院で休んでぐっくりしてください。薬で散らそうでしょ。手術しないんだよ、薬、うん、で散らすこともできる、いいかもしれないですよね。そんぐらいでもね、お笑いもさ、キャリア重ねていくとさ、はい、むしろ荒くなっていくじゃんネタって。な、西川さんももうこんぐらいのだったかもしれない。荒くていいかもな。いいんだよ。荒くていいかもな。荒いのが逆に。もう長渕とかそこ味じゃん。ちょっとわざと崩すっていうか。崩すっていうね、うん、確かに確かに確かに。そこをちょっとね、じゃあ注目してください皆さん。はい、滋賀親善大使ですよ。誰ですか、あの西川さん。あ、だから滋賀で稲妻ロックフェスやってるんですね。やってると思います。といったところで、はい、またお聞きなさってください。お願いします。